ね、4も7もひどかったぜ、どっちも。どっちもひどかったけど、もう時すでに遅し臭はしたわ。7、9なのか、4、6なのかわかんないけど、もう無理臭はした。でも、ただ1点、役譲職れをないおも選のびもくあっだたさんい。でね。選択しないそ場れを合、信と見て余っ勝たてせいれるた役ら、また同職じことが繰り返ランすダムで振りか分けられまら。れます。4、7がちあょっなたのと役黒か職ったはから、村人ああ、おで時す。すでに遅しなんだなっていう夜がのは更け気まづしいたた。けど。人狼に気をつけてください。だって4番が3人出てる状況で変だもんね。7しかない状況で。3番が初めから7人で出んだから、3番自主投票してるし黒あるわけないから、多分6か9に、あ、7か9、7か6か。あ、違うな、9か6か。9から6。だって3番で自分に投票してるから、ローにはもう見えないから、多分6か9にいる。だから、つまり狂人が白を出したってこと。だからまあ、もう無理だなっ夜ていがう、明けなんまかし7た。割、8割はそんな感じ。昨夜はまあ、1、誰2も死割にはま奇せんで跡にしかけた。たけど。発言ターンに入ります。で1も4、番7も、のさっプきのレイ4、ヤー7がはね、発言し上まからす。行くっていう発言残した。おはようございます。サラリンです。占い師様です。占9い師じ番ゃのないわ通りな。もんさんにランダム指導を刺さっております。正直トップバッターはめちゃめちゃ苦手なんです。話すことは何もないですからね。では僕の考察、ってか僕の考えを、思考会議していきたいと思っております。僕の考えは基本科目1は、本当に釣っていきたいなと思っております。やっぱり人狼ゲームっていうのは考察を伸ばして要素を落として狼を追い詰めていくゲームだと思っているので、ですから考察を伸ばして要素を落としてください。そしてあまり、別に人を叩くのはまた構わないんですが、あまりにも不当な理由で叩くとか、そういう方はやっぱ釣っていきたいなって思っております。まあ、とりあえずこれが僕の1日目の1周目の意見ですかね。トップバッターって難しいですね。1日目の2週目、また考察を伸ばしていきたいと思っております。ありがとうございます。失礼いたします。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。村人陣営です。そうですね、1番さんに関しては、まあ、さんにしろということで、占い師把握しました。まあ、1番さんが要素を落として人狼を詰めていきたいというのであれば、まあ、本来だったらあんまり言わないんですけど、自分も。役について触れればよかったんじゃないかなっていう印象ですかね。って思いました。まあ、その役に、どういうふうにしてほしいかとかっていうところも、まあ、占い師の要素として足り得るところだと思っているし、まあ、特に普段だったら言わなくても、それについてはおかしいとかは言わないんですけど、一番さんがそういうふうに要素を落としていってほしいっていうのであれば、占い師としてするべき行動をしていくべきなんじゃないかなって思いましたね。はい。まあ、そのとこですかね。はい。盤面固まって、しっかり考察伸ばします。3番のプレイヤーが発言します。はい、僕が占い師で、2番さんが白と知ってます。2番さんが僕の白先になります。まあ、対抗の1番さんに関しては、まあ、結構礼儀が正しかったんで、狼か狂人かなって思ってます。はい、というわけで、そうですね、役の動きを言えば新芽が上がるということなんで、役の動きを言いますね。まず騎士の方、もう潜っててください。もう、騎士の方は潜っててください。僕はね、騎士カードを引いた人が、その噛まれるためだけにゲームに参加するっていうのは好きじゃないんで、騎士を見抜いて占わないようにするんで、騎士は潜ること。で、霊媒師に関しては、まあ、できれば1周目に出てくること。まあ、これに関しては、その、なんだろうな。まあいいや。一番さんが科目1を釣るみたいな話をしてたんで、相方は多分喋るんだろうなって思って4ます。番のプレイヤーが発言します。はい。まあ一番で、まあ若干気になったのはトップで話すことがないって言ってたんだけど、まあ自身が占いを持っているのであれば別にトップでも話すことあるんじゃないかなと思ったから、そのトップで話すことがないっていうのが自然に出てきたのが、まあちょっと違和感はあったかなって感じですかね。3番に関しては、その1番は礼儀正しいから、狼か狂人だと思って、まあ、これはギャグだったのかな、わかんない。参加は特に様子が落ちてないかなって感じですね。まあ、触れるところがあともう片白の2番しかないからあれだけど、
まあ、2番は1番にどうすればよかったっていうことをだけを言って、まあ、自身の思考の開示は特に何もなかったのかなと思うんで、気になってたんですけど、まあ、3番が2しろということで、うん、難しいですね。まあ、なんだろうな、もう精査位置がないからあれだけど、まあ、もしね、霊能が2に、霊能が2しようとかになった時って、まあ、精査ができるんだったら、まあ、精査して決め打ちたいと思うけど、無理だなと思ったらもう精査しないで釣り切ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、特に必要ないです。まあ、グレッチで言うと4番さんしかないんだけども、4番さんは印象良かったかなと思っている。4番さんが2に拾った自分の思考解除しなかった点とか、その他もろもろは、まあ、俺が言おうとしていたことかなと思っているかな。まあ、1に関してはシンプルに占い師の目線ではないなと思っていて、うん。まあ、役について触れなかったってところはもちろんそうなんだけど、1番さんがトップが苦手なんだっていうのであれば、役に対してね、どうどう候補してほしいって言って、自分の位置までにはスキーさせてほしいっていう1番さんは、うん、言うべきだったんじゃないのかなとは思っているかな。まあ、3番さんは4番さんも突っ込んでたんだけど、狼か狂人かなっていうのは、まあ、どういう目線なのかなと思ってるし、1に対しては寡黙な人を釣るって言ってるから、相方は喋る人なのかなって言って、うん、狼か狂人かなと言っときながら、1に対しては狼、相方って言葉を使ったってところかな。うん、まあ、1は率直に占い師っぽくないなと思ってるし、3もね、芯はないなと思っちゃってるかな、現状。6番のプレイヤーが発言します。うん、じゃあ5番は3人目が出るってことを思ってるってことなんですか。まあ、3番に芯が現状いると考えた方がいいんじゃないですか。ああ、役を言った言わない芯もいるし、友人外だっているしね。だから占い師は占えるんだから、占い先を聞けばいいんじゃないですか。うん、そうですね。4、5、あ、2番について触れで、1、3について、まあそんな、それそうだよなっていうしか言ってないけど。はあ、4番か5番にいるかもしれないよ、この試合。こういう意味で普通に考察してる人外っているからね、世の中に。うん。ということで、4番、5番はちょっとチェックしますよ。ちょっと注目してます。村もいると思うけど、人外の可能性もあるよ。うん。なので、ただ村だったらいいんだけどね、2人とも。ちょっと注視します。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。まあ、6番さんにすっとぼけて、俯瞰視点で見て、見ている人外もいると思ってるし、俺は6番さんを人外かなと思ってチェックしていこうかなと思います。はい、まあそこは置いといて、結構4番さん正直でいいなと思いました。まあ1、3から取れる予算ないけど、上げ足ぐらいしかなくて、確かに4の指摘は思ったところであって、5番っていうのがあるとしたら3とつながるのかなと今思ってますね。僕の単体人外も全然あるかなと思ってます。なんか妙に、全部の可能性ってあるし、みんな大したこと言ってないよねっていう視点であって、じゃあ6視点で4、5目線で感じた1、3ってどう思ったのっていうのが言及なかったんで、まあ、6も、言うほどなっていうイメージですね。まあ、1、3だったら1の方が、まあ、占い師っぽくないなと思いますね。3が2だったら5かなと思いました。はい、8番のプレイヤーが発言します。はい、8番です。スーパースムラ使用します。スムラです。6番さんの印象めっちゃいいなと思ったけどな。そもそも1番が役に対して触れてないって、そもそもそれって1番の占い師精査でも何でもないと思ってるから、もう不毛でしかないから、その発言がいらないなって思ってるし、7番も気になったかな。7番目線で1、3の芯でつけた時に3番が狼の時5番ってつながるかなって思ったけどな。5番って結構1番に太の殴り下だと思ったから、グレーの中やったら5番が1番人外っぽいなと思ってて、5番さんって1番は占いの目線じゃない、役の動きについて触れてなかったからって、もうそれって暴論でしかないと思ってるから、うん、だから5番が1番印象悪くて6番が1番印象いいかなぐらいです。以上。9番のプレイヤーが発言します。あ、はい、よろしくお願いします。1、3に関しては2周目。もうなんかみんないろいろ言ってるから今回あえて割愛します。で、私の2番さんももういいかな。はい、時間がなくなってくるんで、4番さんに関しては1、3を触れただけ。1のね、
まあね、役を言わんかった。3に関しては潜伏をね、狩りはしとってもいいよって、なんかでもそんなめんどくさくないかな、乗っ取られたって僕は思ったんですけど、でなんかその4番が印象良くてなくて、なんか5番さんも4が印象いい。6番さんはなんかよからん。4、5にいるんじゃねえのかな、でも村だけとかであって。はい。じゃあ4、5の精査もうちょっと一周目した方がいいんじゃないですか。で7番さんに関してはなんで3、5なんだろうかと思った。この1周目の1日目って要素しか僕は拾えないと思うんで、あまりライン精査って単純にできないかなと思ってたんですけど。8番さんそこに関しては7をもっと突っ込むのかなってだけ今日5にヘイトを向けてる。8番さんがスーパー村人って言ってなんか役持ってなかったら釣りになる。1番のプレイヤーが発言します。おはようございます。サラリンです。1日目の2周目の精査をしていきたいと思っております。はい、ありがとうございます。僕は騎士の霊能も、騎士の霊能の意見に任せたかったっていうのもありますし、潜伏したいなら潜伏してもらっても構いませんよ。潜伏してもらっても構わないんですけど、僕の占い人には入らないでくださいね。適当にある程度目立って、適度に白くなってくださいね。7番さん、騎士ですか。3番さん対抗ですか ?3 番さんが僕に、対抗は狂人か狼です。ねって言ったのはすごく面白かったです。そりゃそうでしょうね。あなた目線僕は狂人が狼になるんでしょうか。言ってたら僕はあなたのこと狂人なんじゃないかなと思ってます。だからまだグレに2狼ぐらいいるんじゃないかなと思ってますね。そうですね。ただ、印象が良かったのは4番さんが。まあ別にこれは評価集でも何でもなくって、1番3番に公平にやっぱ突っ込んでましたからね。やっぱそういう意味で言えば結構5番さんめちゃめちゃ暴論だなと思ったので、正直僕今日5番さんめっちゃついたいですね。以上。2番。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。そうですね、まあ難しいな、色が落ちてない。6番ってそんなに白い要素って8番何だったのかなっていうのが一番気になったかな。で、6番が白いと思うんだったらもっと7番を叩いていたと思うし、8番のスーパースムらしいよ、9番が言ったように、ね、役職、飛躍を透かしたのって、意味があったのかなと思ってるし、まあ、現段階で霊能が出てきてない中で、8番霊能もあるのかなとかってちょっと思ったかな。うん、4番さんが自分に対してした指摘っていうのは、1番さんっていうのが、まあ別に俺は普段であれば役について触れないからといって、そこは要素を取らないんですが、1番さんが言った、ね、要素を落としてください。っていう発言をするのであれば、自分自身が占い師としてする、要素の落とし方として役の動きに触れたりだとかすればいいんじゃないのっていう話をした。まあ3番さんと1番さんの審議に関しては分かりませんが、1番さんが3番さんを強人精査したっていうのがちょっとよく分からないかな。で3番さんっていうのは強人で、もう発言が終わってる自分に対して、白を打ってることから、じゃあ1番さん目線って3番が強人に見えるんであれば、自分がどちらの色なのかっていうのが気にならないのかなとは思ったかな。はい、今日まあ発言聞いて釣り位置わかんないんで、まあ7番の意見を聞きましょうかね。3番のプレイヤーが発言します。はい。大体分かりましたね。まず2周目の1番さんの発言を聞いて、なんか人狼ゲームやってると、だんだん感情的になってくるはずなのに、1番さん冷静にまだ礼儀正しかったんで、やっぱり狂人か狼かと思いましたね。で、8番さんが白いと思ったのは、霊媒師がまだ出てきてない状況で、9番が霊媒師の可能性があるなって、俺は8番が喋ってる時に思って、で9番が霊媒師だった時って、1番の片白だから、てか1番が9番に白出してるから、8番が5番に対して1番への殴りは暴論だって言ってることから、8-1 を見られて8番が一気に占い1に行くのに、それを言っているから、俺目線は8番が白く見えて、で、6番が印象いいっていうのは俺は違う拾い方をしたんだけど、6番が印象いいって思ったのはね、4号に対して、何か発言を拾って、黒いって言ったんじゃなくて、もう人狼はまともなこと言ってるよって言って4号を怪しく見るって言ってる視点が白っぽく見えた、単体でね。で、1番ってなんか4番と5番に対して、5番はまあさすがに繋がらないかなって思ったけどね、1番が狼だった時は。だから1番が俺を狂人を消してることから、1強も普通にあるかなって思って、まあ、その場合5番ってまだわかんないんだけど、なんか4番に関してなんか、
全然振れなかったから14あるかなって今のところ思ってますね。はい、4番のプレイヤーが発言します。で結局3番どこ釣りたいの。1が4に触れなかったからって言ってるけど、ね、1番は俺のこと印象いいって言って触れてたけど、はい、むしろそれを言うのであれば多分3番視点って8番のが気になるんじゃないのかなと思いましたけどね。だって1番っていうのは5番がめちゃくちゃ暴論、その占いについてって言ってたけど、そこは8番も言っていた要素で5番のあの1番が役に触れないから占いっぽくない暴論って言ってるんだから、1番っていうのはスペラからず8番に共感は置けると思うのに、8番への精査がなかったから、それを言うんであれば3番視点14じゃなくて18のがつながるんじゃないのって思うんだけど、3番視点8番釣りたくない理由なんかあるのって思いましたけどね、3が偽だった時って。はい、あと6番が白いっていうのはあんまりわからないかな。6番って結局あのもう結論から言うと1、3の精査を1周目に全くしなかった、触れなかった。で4、5についてもどちらとつかずという言葉だけで濁しているだけで、6番というのは一番色を隠そうとしている感じに見えたんだけど、8番視点はそれが一番白く見えたの。うん、はい。まあ、6、8どっちも人外なんじゃないと思ってますけどね。はい。まあ、5番は釣らなくていいかなって感じですかね。6番か8番行こうかなと思ってますね。はい。まあ、6と8の発言聞いて、黒いなと思った方に投票すると思います。うん、占い微妙だな。1周目。どっちも微妙だったけど、2周目の発言聞いたら、3の方があんまりパッとしなかったかな。3視点、多分気になる位置は絶対8になると思うし、6が白く見えるっていう理論、俺全く分かんなかったわ。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい。うん、俺はもう4は絶対に入れないわ。4番さんが一番真っ当だと思ってるかな。あ、8に関しては、うん、7番さんが3号をつなげたのがわからないって言ったところも良かったんだけど、5が単体で人外に見える。ってことは8番さん視点っていうのは1号に見えてるってこと、うん、そこまで落とすべきなんじゃないの。3号がつながるのがわからない、5が人外に見えるっていうんだったら1号をつながるかっていう精査を落とすべきだと思っているし、うん、6に関しては、うん、1に関しては役に触れない芯もいるよ。4号に関してはまともなことを言ってるけど、まともなことを言ってる狼もいるよ。じゃあ何、6番さんはどういう考えで見つけるし、6番さん視点どう見えてるのかっていうのはもう一切ないよね。うん、4番さんは言ってることはもう俺まっとうだと思ってる、うん、かな。まあ1が3を強靭で見た視点っていうのも俺も分からなかったし、うん、3がね、今回もね、1が冷静だから強靭か狼かなって言ってるのもよく分からん。秒占い師何がしたいのかよく分からん、うん、かな。6、8どっちかから入れるかな。どっちかっていうと、8からは巨人要素が取れていて、6からは狼要素かと思っているかな。6っていうのは叩きたくない狼かなと思って、色を隠したい狼かなと思ってるし、8っていうのは適当にヘイトばらまいてる巨人には見えてるかな。で、1、3どっちかにいるんじゃないかなと思っている。うん、発言は聞くけど、どっちかっていうと6から行きたいかなと思ってるかな。2級はちょっと俺かっこいいないんじゃないかなって、個人的には思っている、今のところ。6番のプレイヤーが発言します。うんうん、4番と5番でいいよ。うん、狼探す気ないんだから。6と8、4番は5番の黒要素を一つも探しません。5番も4番の黒要素を探しません。うん、君たちは4番5番みたいな狼を見たことないのか。毎回あるよ。6と8がどこに狼要素あるんだよ。4番5番に決まってんだろ、狼があるとすれば。8番と今日は合わせるよ。4番5番どっちでもいい。うん、8番、普通に考えれば8番進むらって言ったのはマイナスだが、4番と5番が臭すぎる。うん。4番だったら5番を押すんだよ。6、8よりも4番だったら5番だろ。狼があるとしたら。5番だったら4番だろ。6と8のどこに人外要素がある。ただ問題点はもう騎士がもう頼りない。9番も、2番はわからんけど9番もな。7級の問題点、4号の狼も一つも探しません。この人たちはまともに言ってるから村です。勝てるわけないだろ。うん。多分負けると思う、この村は。うん。8番と票合わす。うん。4番か5番を釣らなければ勝てない。ま、でも無理でしょ。うん。霊能も出やしない。うん。騎士が使い物にならない。6か8の押して、4も5も押さないでしょ。負けたら言うから、ほら見たことがあって。俺が言った通りだろって。8番は守るよ。8番と票合わす。4番か5番に行く。うん。
アジバンと票合わすわ。黒い、黒すぎるこの二人は。戦う気がないんだよ。四五村で勝手にお互いの置いてどうやって勝つんだこのゲーム。六八のどこにロー要素があるんだ。アジバンと票合わすよ。七番のプレイヤーが発言します。まあ村で言ってんのか人外で言ってんのか知らんすけど、同じことしてるだけだよ、六番さんって。じゃあ4と5どっち釣りたいのかって精査、様子取りできたの、6番さんって。人に責任転換してますけど。まあでも俺は1が偽だと思ってるんで、3進行してくれれば勝てんじゃねえかなと思ってますよ。それだけ守っていただける。ねえ、3番も1強人だろうかも。いや、俺絶対ローしかないじゃん、3目線。うん。の出てね。うん。の出て。のが出ねえんだぜ。7の守り先が守れないじゃん。まあいいっすよ。三振進行でしてくれたらそれでいいです。一の言う三強人要素はようわからんし。3番も変なんだよね。強人かローかと思うってどういうことなんだろうって。強人かロー確定じゃねえの ?3 番視点。まあいいや、そこは。それか、8が、俺が出る前からそれを出てくることによって、フラットにしてあげたんですけど、巨人ってやっぱあえて透かして噛まれないようにするとかいろいろあると思うんで、8釣りでもいいかなって今は言ってますね。ノットラリーがあったらもう知らんけどな、7の守り先も考えなきゃダメなんだけど、あんまり指定したくないですけどね。まあいいや、6、8と4、5で対抗軸になってんだったら、じゃあ6、5の欄にしようぜ。6、5の欄。あるとし、進化持ってんの、俺が4、5で比べたら5だし、片代にヘイト向けない感じが初日生き残りたいんかなって思ったし、まあ、6番さんはずっと俯瞰してる役じゃないから、自覚を持つために6、5の欄で。ライン切ってるってこともあるけど、4番の、6、4で4番の怪しいけどね。だから、あのね、5番さん、7番さん、8番が強人に見えるはずがないから、8番強人視点で1周目の段階でどういう盤面になるかわかんないのに、村を透かすことが8番の強人要素だとほんまに思ってるんですかって話聞いてて思ったけどな。8番の強人なんか絶対ないですよ。いや5番さんは言ってることおかしいよ、やっぱり。5番さんって初週の段階でね、1、3番どっちも占めないって言って、シングル内が出る、って思ってたんでしょ。1番さんもどっちも締めないって思ってたんでしょ。じゃあ5番さんの視点の考察どうなの。1番3番しか出てないけど、5番さんして1番3番の心理ってじゃあどうついたのって思ったけど。普通に1番強人号泣ロールあるんじゃないのって思ってるよ。5番が1番に囲われてる状況下で、5番の相方が9番で、9番が占い師をすると思ったから、5番がその発言出ることだってあり得ると思ってるから、普通に1番強人5番9番狼ってあると思ってるし、5番が4番に取ってる要素って4番が言ってることをまともって、それって4番の村要素じゃないから。おかしいと思ってるよ、5番さんに関しては。うん。で、5番さん目線の8番に対してね、1号ローロー見えたんじゃないのって、一周目の段階で1番が3、1番3番の内訳が進路か心境なんかわかんないから、あの発言の中で1番5番ローローなんか繋げれないし、5番さん目線どういう目線で2番と9番に囲いがないって精査してるんって思ってるけどね。うん。でも6番に関しては知らないよ、別に。初心の発言は6番がいいなって思っただけで、別に6番が人外か村なんかそんなの分かってないけど、5番の方が人外っぽいと思ってるから5番を釣ります。以上です。9番のプレイヤーが発言します。8番さんさ、5番さん、6番さんの欄って言ったら、当然8番さん目線は6の方が心象が良くなるから5番に行くのは分かるんですよ。7番の役がね、5、6って言ったからさ。あのね、一強五強ローローっていう理由をちゃんと言ってほしかったんですよ。俺をローと置く理由っていうのはなんでかなと思った。じゃあ逆に三強っていうのもあるんじゃないのかなと思った。8番3目線。7がね、三進進行するんであれば、グレーで4を上げたんですよね。そこに関して4の発言っていうのはすごく3番3に対して叩くんですよ。1番3も8番3にはほとんど触れなかったですよ。3番3も8には触れなかったですよ。4番さん。なんでそこだけ3だけ叩くのかなと思った。だから1は5をね、怪しく見る。単純に1が偽であれば一番釣りやすい5を釣ってきたのかなと僕は単純に思いましたよ。で、そこに関して8に触れない。で、3番さんも8に触れない。でも3は4グレーに見る。で、4番さんはなぜか3だけ叩いて1番さんにあまり触れないんですよね。だからそこに関して5は奪回、4を回収する。白いねって言ってるんですよ。5番さん、1番さんからね、グレーで思われてるんですよ。8番もいないです。1、4って見えなかったのかなと。
困ったね、この村は。普通にね。まあ、静かに結果見るよ。6番さん、ようわからんですね。これは遺言は残さないから。あ、ポリシー上残さないから。単純に4号の要素。文句しか言わねえじゃん。初日釣られても。うん、8に関しても、なんでここに関しても、まあ、5叩きに関して、この後5、6ってなったら、8番はもう、白くなっても意味ないっしょ。視点を向けるんかなって、単純に思ってますよ。はい。なんでしょう。5、6で行くの ?7 番さん。三振進行で行くんだから、4でもいいと思ったんですけど。まあいいです。思った全プレイヤーの発言が終了。その疑いは4万だね。あ、5は強靭の可能性があるから、どっちもあれで、あっちをローだと思ったの。俺を村だと思ったの。ただのローかもしんないしね。まあ、頼むで。何にも力を出してなかったら釣られる、釣られ移りを返してできるという。喧嘩をあまり売らなくてよかった。いろんな人に。5番の遺言を発表してください。っていうか結構結果を売ってたんだけど、7番も9番も4番も。8番さんがさ、1強人5級狼で。5番よりは4番なんだよね、本当に。1の強人がつけていて、相方の9が出ると思ったから、次に出るって言ったって発言があったって8番さん言ってたけど、5級狼だった場合っていうのは俺は言わないし、そんな相方に出ろよ出ろよみたいな発言そもそもしないしね、号泣狼でね。そもそも号泣狼だった場合っていうのは、一強人が透けてるわけでしょ、じゃあ三振じゃんってわかるじゃん。ああ、それで俺はなんで両方叩いて、うん、もう一人出るんじゃねってムーブを取らなくちゃいけないの。八番さんのその視点が俺が一番わからないけどね、今聞いた中じゃ。6番さんっていうのは結局4号狼探す気がないって、一番探す気がないのは6番さんだと思っていて、ああ、だから6番さんが一貫として要素ではなくて、なんかその、なんていうの？探す気がないとか逆もあるとかっていう精査しかしないから、俺6番さんの精査できないな、正直。だから今日俺ね、1番を3番だと思ってた、3白だと思ったら、1、9白だったらいろいろ変わっちゃってね。だからもう俺、6、8の言ってることが一切まともじゃないじゃないと思ってるから、2級も黒く見えないし、4番さんも白く見えるんだよ、ね。精査できないわね。あら。九州だとすると5番どっちも叩いてるんだよね。あれについてはね、俺は信用性を拾えてない正直。だから2日目以降の占いの色で見ようと思ったけど、俺が釣られたから。それは見えないし、俺の精査できないけど、4番だったら4行きたかったんだけど。2日目以降の1、3の色の精査を見ないと俺は分からないと思って。って言ってたって、6、4くらいで。夜が更けました。5番よりは4番の方じゃねえかな、どっちかっつうと。もうもちろんどっちも村かもしれないけど。だってさ、1戦たらいでだよね、5番って。4番って三振じゃねえ。三振じゃねえだったっけが、4番って。三振じゃない。1、4とか。だからするよってんの。3番。2、4、ん ?4、9だから。でもな、9番が4番を押してる。8番って何夜が明けました。一体。あと1人で。1名の方が亡くなりました。あ、3偽か。7番、8番、うん、まあそんなもんだ、4黒ね、やっぱり。はい、じゃあ霊能さすがに出たら、もう霊能出やんかったら精査できんって、マジで。うん、3番が1番死んだろ、3番なんか死んあるわけねえだろ。1番が4、3進進行だよ。うん、よかったよ、3番から黒もらって、ねえ霊能どこ、マジで。うん、だから4番だって。戦う気ないだろ。もうダブいってマジで。だからな。1番さんに関してはなんで4番くらいだったの ?5、6なんてもう、悪すぎる。4、1択でいいっつ。じゃ6で分からんことはないけど。強靭とするんだよ。4、5。1番さん目線って。だから言ってんじゃん、1番さんってさ。昨日さ、4番さんに対して1周目の段階で4番が1番、3番の数字が公平だからいいっていう評価してたよね、1番さん。1の方が役に振るねえだけで、1の方が。だから1番さんの占い師って4番じゃなくねって思うけど。強人かもね。9種の数字が分かった。霊能出たらどうなの ?9 番か2番に霊能出れば。なんで霊能出ないの？わ、な、精査できないんですけど。もうやだこの村。何？霊能消えたの？役掛けで行くの？じゃあ。もう、もう、
だから5番が言ったから5番ってね結局1番3番がどっちとも神っぽくないって言ってるから5番9番オオカメった時って5番が1番3番の審査にしたら9番って出やすくなるから1強5強道路あるんじゃないのって言ってるの。5番ってどっちも立ってんだレジさんのプレイヤーが発言します。6と8ってあるわけねえでローは。なんか両方の1さんともなんか占い師のレベルでいいんだね。納得いってないですよ、ね。まあ、共に話してれば人だよね。なかなか4出せば4しかねえだろう。なんかグレーで見たと思うんですけど、生きてんだね、2週目になんで4占わないかなって僕思ったんですよね。1がでも4に黒 ?3、4?3、4のライン切りか。結構4ってずーっと2周目3をすっげー叩いてて、若干1番さんのなんか芯を上げてたような気がしたんですよね。ああ、3叩いてたんだね。占われないように。あ、3叩いてるの？ 6 か、あ、じゃあ4番。4、3、3、4じゃん。6ね。様子落ちないんですよね。多分これ5番さん白だったんじゃないじゃん。普通に。なんかみんなが強いおろしやすいとこつったんじゃない。だからなんか6番が単純に8の評回収してるのも見えたんですけど。1、3決めて、どっちか聞いて、入れてみようかな、今回は。1番のプレイヤーが発言します。おはようございます、サラリンです。2日目の精査を行っていきたいと思っております。もういい加減、霊能は出てください。5番が霊能じゃあ、5番が霊能ならもう仕方ないけど、出てください、さすがに。でもね、5番も霊能だったら、これ言い方悪いけど、遺言の時に霊能って言わなあかんよ。ちょっと本当、霊能マジで出てください。本当に。いないのこの村。4番さんめちゃめちゃヘイト感でうまかったなと思いましたね。正直僕本当に4番さんがね、結構公平だったと思いますけど、これあまりにも白すぎたんですよ。うまくなかったよ。6番さんが多かった、うん。だって4番が5番にいて4番のが6、4で4番がローって見えるっていう。それがね、その、俺と同じ視点に立ってくんない。オオカミを探すゲームなんで。まあ、どちらかというと、うん、オオカミ探すゲームでね、6とか8みたいなのって、ロー要素、ロっぽくねえじゃん。これも4番か5番にいいんじゃん。どっちかって5番ってぶったらないから強靭の可能性があるじゃん、この人って。4番さんね、これものすごく。なると消去法で4じゃん。何考えりゃ。ただ、あまりにも白すぎるから、うん。という視点を立ってほしい。占わんけど。いかんかったんですわ。正直、ここはラストルフイチだと思ってるんで、占ってみたら黒でした。4番さんは非常に弁が立つ。正直、僕の占い師は4番さんか8番さんだった。要は、占い師の真の役割というのは、怪しい人間に色黒、白黒をつけることじゃなくて、最終的に縄が届かなくなるラストルフ位置に色をつけること。4番が黒ですよね。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。まあ、1番さん偽かな、これ。ラストウルフ1って3番を何で見てるのって、相変わらず強靭で見てるのって。1、3ともに4と6に黒を出してることから、心境否定だと思っていて、心労盤面だと思ってますね。それが8、9、1、誰からも出てきてないんだよね。強靭だったら、ご主人様に黒を誤爆することも恐れるだろうし、なおかつ、黒を出して霊能に当たった時点で破綻だよ。まあ、狼でもまあ、霊能に当たって破綻っていうのはあり得るんだけど、まあ、霊能ね、なんで出ないのか。5番さんで落ちてるとしたらマジで利的かなと思いますけどね、9番が言うように。どっちもクロスしなかったんだって、2級の精査ってしてた、この人たちって思うんだけど。まあ5番が霊能、仮に霊能だったとしたら白。で、白をその釣り下ろした6番と、白を保存した4番か。まあね、今の1番のラストウルフが4番、ラストウルフ1が4番っていう発言もよくわかんなくて、白露1ならわかるし、ものすごく白いっつって、一番白いぐらいに言っといて、4番が、ねえ、ラストウルフ1って、あなた目線、対抗の3番って、ローに見えるはずだから、グレーには1人しか狼いないけどね。3番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、2日目に分かったことは、霊媒師が出てきてなくて、混乱してる8番さんが可愛かったのと、やっぱり1番さんは、
強靭化狼でまだわからないということですね。で6、8が単純にあの狼同士で昨日あれやってるんだったらあの面白いとは思うんですけど、6、1ローローの時って、5番で強靭落ちてる可能性もあるなって思ってるのと、昨日9番占えなかったのって、9番が上林の可能性があったから、あの占ったらだるいなと思って占わなかっただけですね。うん、で4、6、8で言ったら、4と5って、4と5、6、8が対抗軸になってたから、5番落とした以上は6、8を占うべきで、8番って住むらしいをしてるし、俺が8番白いと思った理由は言ったと思うから、6占いしかないですね。あ、で、危ね、ありがとうございます。これから起こることを説明しますね。おそらく4番が霊媒師なんでしょう。で、4番から霊媒反発があって、1の店がこれから確定いたしますので、そこで6番を釣っていただければ、明日1番を釣って終わり、もしくは1が強靭の時は、僕が噛まれて8、9の精査をしてってところになっていきますね。はい。4番のプレイヤーが発言します。いやもう俺霊媒じゃないんだけど、多分5番が霊媒なんじゃない。遺言でなんか2日目占いの色見てって言ってたから、多分使用しないで死んでた霊能じゃないと思ってますけど、困りだっても出ないでしょ霊能。うん、多分、一番が俺に来る打ってきた理由っていうのは、多分6番に投票したからじゃない、俺が。はい。だから6番は明確におかしくって、6番って8番の色が完全に見えてるんだよね。で4号はお互いの黒要素を探していないって言ってるけど、そもそも4番っていうのは5番に黒要素がなかったって言っていて、5番っていうのも4番の黒要素がないって言っていて、で6、8のどこに人外要素があるんだよって言ってたけど、俺はちゃんと言ってるからね。6番っていうのは結局占いの精査もしない。4号についても濁す発言をしていて何も色を落とさない。で、8番についても5番の叩きうんちゃらっていう話は俺してると思うんだけど。はい。で、うんだったら6番って8に票を合わすって言ってるけど、じゃあ6番目線で8番を白で受ける要素って何？8番があなた目線隠し色になる要素っていうのは何ですか？で、4号が黒いって言ってたけど、じゃあ4号の黒い要素って何だったんですか？何も言ってないですよね。はい、だからあなた投票しました。で、あなた投票したから多分1番僕に黒出してきたんじゃないかなと思いますけどね。そもそも1番っていうのは俺に対してラスローっていう話をしていたけど、あなたって3番を強靭に見てるんだから、俺の他にもう一匹狼いるでしょじゃん。はい。3番強靭目線どこ行ったんですか？急に3、4狼シフトしたんですか？そもそも1番から俺っていうの占い中も何も入っていないのに、3、4狼で昨日の段階で3を叩く必要がありません。はい、6番いきます。6番のプレイヤーが発言します。ゲームと向き合え。8、9、1、4番ね。うん、4、3か4、2。3番の偽要素、昨日から聞いてたよね。強靭と狼だと思う1番を。強靭か狼確定だろ。だから3番は偽なんだよ。この一言で十分なのに、7番の記事は3番の芯を追ってます。5番と4番、え、4番視点5番に行かなきゃダメなんだよ。簡単に釣れる奴に、6、8に行く奴なんて人外に決まってんだろ。6番は無理くりでも4番、5番に行った。8番を押さないで。俺が狼だったら8を押せばいいだけなんだよ。それで十分でしょ。ゲームと向き合えよ。くだらない脳がギだけ言えば、それを真と見る。だから負けるんだよ。本当に真の占い師として理由は合ってるのは1番だよ。3番は6と8を村で置いてるのに4番占いませんでした。ちゃんちゃらおかしいわ。取ってつけて、6に黒。3、4なんじゃないか、第一候補は。ただ2番の6が外れないんだったら4に回る。俺は占い師に触れてない。そう、村だからさっぱりわからなかった。まあ、1は大体死んだろうなと思ってたけど。7の記事頼りねえなとは思ったけど。4番？なぜ3番をぶったらいだのか。うん。1番に占われたくなかったからですよ。うん。ライアンとね、すり寄りってやつですよ。1番にすり寄って占わせないようにした。人外の動きです。6番？だって分かんなかったもんね。まあ1番が大体真かなとは思ってたけど。特に言わなかっただけ。4、3だと思うけど本線は。4、3で終わんなかったら2番。9、白。8も、ロないでしょ。うん。4番言ってください。全プレイヤーの発言。俺の刀、見なかったか？
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。まあ、8番がどっちかわかんないけど、8人が村だったらいいけど、まあ、もう言うことはないわ。うん。俺が言ってることって正しいことしか言ってねえぞ。3番の初中の発言でもうこのゲームは勝負あったんだよ。1番を強靭かローだと思うなんていう真の占い師がいると思ってる2と8。うん、霊能が5番で出なかったんだろ。7番は4号のランテージ、特に4寄りでやらなきゃダメだったんだよ。俺ならば4番をしてる。言ってんだろ、すべて対して。簡単に釣り寄せる6、8をしてるのが人外。4番はローだから3番をぶったらいで1番に占われないようにやったって、ここまでやって。こんなことがわからないから負けるんだよ、君たちは。6が超マット、教科書ぐらいのレベルで。それを6番が何ペラペラ話しましたってことで、俺を、釣ってるようじゃ勝てないんだよ。俺はもう正しい教科書通りのことを言ったで。うん、91が感動するほどの。ま、村が弱かったね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。おはようございます。タラリンです。3日目の精査をしていきたいと思っております。はい、2番強靭なので負けです。3番は占った黒でした。もう僕は分かってました。3、4、ロード。2番がこれ強靭です。5番の無能な人が本当に利的行為をしたおかげで村は負けました。8番さんごめんな。3、4、ロー、ロー、2強靭。もうこれ PP なんだわ。以上。俺は3番も4番も狼見つけたよ。うん。だって俺、頑張った。ごめんな、ユンちゃん。3番、4番。狼見つけて、俺負けちゃったわ。5番の利的強靭のせいで、あとはやっぱり7番さんと9番さん。なんだろうな。人狼ゲーム分かってないわ。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。8番が強靭じゃなかったら、81は4に入れましょうね。4に。6の白が分かったんで、5、6、9に強靭がいた場合っていうのは村勝てますよ。いや、もういらないや、あなたは。はい、6の白が分かったって、もう6と4の前の日の話聞いて、俺の方が超真っ当だっつうのよ。マジでやばいんだけど、俺が真っ当すぎることしか言ってねえだろ。俺が霊能なわけねえじゃん。俺が霊能ですから。明らかな老要素について述べてんだろ、俺が。8が強靭じゃないなら4番ね。お前のせいで負けるんだよ。どこどう見て4番の発言が、強靭でも4番の発言でローを追わないんだったらもう終わってんだろ。俺の発言の方が超マットだろ。8強靭。お前のせいで負けたんだよ。じゃあ4番いけるよね。お前が負けたんだよ。4番に8番。お前のせいで負けたんだよ。8強靭で、8強靭の、はい。じゃあ4行きましょう。お前のせいで負けたんだよ。のプレイヤーが発言。お前の責任だよ。4、6で、俺は超真っ当な、正しい回答述べたぞ。一番が呆れるほど。お前のせいだよ。一番小さくしてるんですけど。呆れる、この2番。携帯揺れるんで、ちょっと。自己中プレイの塊、4、6の精査もつかない。4番、6番の話聞いて、6の方ってね。正しい人狼殺プレイだったら、4と 6? 6の方がマットに決まってんだろ。6の考えってのが本当に人狼を見つける考えを述べてんだよ。4番は。俺の老要素ねえだろ、どう繋がるんだ、16とよ。1番が強靭で、1番がストーフなんですけど。まあ、1番が。なんで俺がわざわざどっちにもすり寄らねえ。番が、占ない。占い。4番白出してるから。4番の方が3番ぶったらいことによって1番から占い回避とかもう、目に浮かぶじゃん。死んねえのって言わずに。で、4番は6、8を釣り押したとか。6、1、ローローで。なんで俺が4、5釣り押してんだよって。いろんな面で俺の老要素ってないんだよ。もうここまで述べても、もうこんな自己中プレイする、まあ通報したからさ。別に特にもあんま言うことないと思うけど、はい。まず2番が
8番狂人なら4いけるよねとか言ってるけど、8番狂人だったら、じゃあ2番心霊の芸能視点で4に行く必要なくない？8番目線っていうのは、6、1狼、または3、4狼っていう、もう狼2郎が見えている状態で、ね、2番が6白、5白って打ってるんなら、8番強靭して4に行く理由ないと思うんですけど、そもそもそこで破綻してますし、今頃出る霊能なんてありえませんね。はい。で、6番が遺言で、4番は1番の占い地に入らないため、票を回収するために3番を叩いたって言ってますけど、そもそも初日の2周目の段階で1番っていうのは4のことを白く見ていて、多分4のことを占い地から弾いてたんですね。だから、4番狼、1番神の時に、4番というのはすでに1番の票回収終わっているので、役文字が使えなかったなら2かよ。3番の神を上げる、もしくは占い師とかだったりするのが正しい仕事ですよ。3番の発言で3番の偽要素上げたのも、1番の占い師にも入らない状態なのに、今日からどうだと思うんで、1番の神を上げる行為って、続けていってるやつを神と見る、7人以外で勝てるわけねえだろ、こんなもんだよ。ひどいの一言だね。二強人一六ひどいの一言すぎでもうあぎれ帰るわ。二番に騙されちゃダメだからね。二番強人だから。何考えてんだろうっていうレベル。一番で終わり。八番。マジでもうあぎれ帰るレベル。本当は八みたいなの伝わらなかったけどね。はい、じゃあ四番三目線心霊の誰なのって思ったけど、いやーごめん六番さん。四番さんに押してたんやけどさ、なんかペッてなって六番さんに言っちゃっててさ。6番さん釣られちゃったんやけど、私6番さんのこと群れると思ってるから、2番狂人か知らんけど、私は4番さんに行くよ。いや、2番は狂人かもしんないけど、あの、色結果は合ってんだよ。まあ、ここはもう2番が、狂人が心霊の音とかじゃねえの。4番に行くしかないから。はい、こっちもぶったらいでる、まあ、1番3番さんの審議に関しては微妙かなと思ったけど、まあ、4番6番やったら4番の方が圧倒的に人がいっぱいかなって思うから、てかあのね2番が狂人じゃなかったら、こんなに4番の老要素と3番の偽要素上げてんだからポイント押さえていってんだから十分だろう、もう何個言えばいいの。9番が狂人やったら徹底的な分かりやすく言ってんだけど、子供でも分かれば俺言ってんだけど、なんか4番の話って耳に入った。ただやっぱ5番の話。長々話してる。俺ってすーげえポイント押さえて話してるぜ。2番3強人かもしれないけど。非常に分かりやすく。4番6番の上手い人ってシンプルなんだって考えない。初から村自分で言うのもなんだけど。私は4番さんにシンプルなんだって。以上です。4番みたいに小難しく言わないんだって。4番の話頭に入った。君たちに言うけど、長い、長い話で。なんか話してはいるよ。俺と違って。俺のはポイント押さえて分かりやすく言ってあげてんじゃん。だって、これ自分で言うのもなんだけど、上手いんだもん。上手い人ってポイント押さえて話せんだもん。ちゃんと明確にこのポイントがこうだよっていうことを述べてんだよ。5番じゃねえかな、狂人が。まあ、知らん、285、9じゃないと思う。まあ、どっちでもいいわ。9番か5番だったんだろう。8番が本当に6番の方が村要素拾ってるんだったら、もはやもうゲームになってないと思うんだけど、まあいや、もう3オオカミね、もう2番の狂人にかけるしかないよ、もうこれ。はい。ゲームになっていないじゃん。1番勘で、1番勘で2番勘が死んだったら、ゲームをしている。負け惜しみっていうか、勝つかもしれないけど。さんまさんじゃ1番勘で。村っぽいのか、オオカミっぽいのかって考えたら、6って、ちゃんと人狼殺、まあ正しい人狼殺の方向性を見てる人だったら6って老要素ないんだよ、あんまり。うん。多分初見なのか、あんまり試合経験重ねれば俺は村っぽくなるんだけど。4と6で人外要素があるってか、4、3のセットで考えた場合に簡単じゃん、答えは。うん。あれ ?3 番はどこ占い？夜が明けました。言うしろ。昨夜は一名の方が亡くなりました。まあ、答えはもうどっちでもいいわ。1番、2番のプレイヤーが発言します。はい、心霊能です。3番に入れますね、8番さん。4番が1噛んでくれたんでね、分かりやすくなったでしょ。8番が狂人じゃなかったら3番いけますね。俺は3番にしか行きません。心霊能です。3番のプレイヤーが発言します。まあ、4日目になって分かったのは、僕が霊媒師なんで、2番が偽物なんですけど、
うん、なんだろうな。今までの結果言うと。これでさ、勝って2番はこれ生きるんだぜ。熱動じゃねえ。うん、偉そうに多分なるので、判定が。マークが読めない。あのさ、64の精査もつかないってやべえだろ。9番で教授になったら噛んじゃってごめんなさいって感じです、ね。46の話で、どう考えて4番、うん、まあ、どんなだから2番とか7番はローを探すっていうのはね、探せるわけないじゃん、そんな考察方法じゃ。まあ、8番が俺のちゃんとしたプロセス考えて話してんだから、にしましょう4番がなぜローになるのか。のプレイヤーなんで4番がわざわざ3番ぶったらいるんだよ。なんやろうな。4番さん、5番さんに対する精査が6番さんと合ってたからかな。うん。地面線普通に、まあ、6番さんに関してもそこまでの、なんていうんかな。6番さん別にそこまで1番、3番の審議とか、8番とかの白要素を明確に言ってたわけじゃないけど、4番さん、5番さんに対する目線が6番の方が初週から合ってたから、これは多分初週の発言から落としてると思うねんけど、嫌からかな。でも1番、3番さんの審議は、あんま分かんなかったよ。一番さんの4番さん占いがあんましっくりこやんかったから、一番3番やったら微妙かったけど。いや、3番の方が4占いしてない時点で大問題。うん、そんな感じ、3番さんに。3番は4番か9番。6、8を村で見てるから、この人は。1番に関しては別に4占いはおかしくはない。3番の方が問題があるよ。占い。占い師の占い理由でも分かんじゃん。6、8を村で置いてる6占ってましたってありえねえだろ。3番は6と8村で置いてるって言ったんだね。そこだ、4番をグレー1で、4号を怪しんでるってことなんだね、3番の立場は。うん。投票が終了しました。なのに4番を占わない。だから3番の占い先は、占い理由がおかしい。1の方が C。うん。で、弾き出さなきゃダメだね、村は。1番強人だったか。